で、この理性的な子どもたち、NT の子どもたちは通常多くの恐怖を抱き、時には繰り返し悪夢を見ると。そのような恐怖は彼らの鮮明な想像力から生まれるのであり、この想像力はどんな無能な行動をとってもその後に続くかもしれないあらゆる恐ろしい結末を彼らを愚弄するのであると。だから功利的な、功利主義的な兄弟である SP、はい、とは異なり、 NT の子供たちはその大胆さを自尊心の拠り所とすることはできない。例えば SP の子供たちは、はい、怖いことへのチャレンジをすることで、はい、俺すげーになるけど、 NT の子たちはそこにチャレンジはできない。彼らとは SP とは違うってことですね、はい、同じ功利主義のところにはいても、恐怖を感じたとしてもって話ですよね。彼らの自尊心は自律的でなければならないという全く異なるものなのだと。理性的な子供は他人に支配されたり指示されることを好まない。どう考え、どう行動し、どう感じるかを指示されることを嫌い、はい、自分を操ろうとする親や兄弟には頑なに反対すると。僕はなんかどう感じるかをいえいえって言うのは嫌いなんですね、はいはい、ありがとうございます、勉強になります。そのため理性的な子供にとってお尻を叩かれることは非常に大きな自分にとっての侵害となると、はい、彼らは自分の体に対するこの虐待を自分の自立性に対する攻撃とみなし、その憤りは極端かつ永続的なものになると。確かに NT の子供たちにとっては尊厳は非常に重要であり、彼らはしばしばプライドが高いとか傲慢と言われる。しかし問題はプライドではなく自立性であると。理性的な子供は自分で考え行動し、感じて自立し、自分で物事を考え自分の道を進みたがると。2歳でさえそうだと。なので10代後半になると経済的に親に依存することさえ頑なに勘に触ってくると。そういうのが、ただそれは避けようがない。このような依存を感じている限り理性的な自尊心は低下し、依存が長引けば長引くほど罪悪感が増すのであると。理性的な子供は生まれた時からあらゆる意味で個人であり、多くの親の関心事はこの小さな個人主義者をいかにして家族の日課、つまり儀式、式典、習慣に参加させるということである。家族のルーチンは単に存在するだけであり、それがあるからそこにあるのであって、いくら議論してもその根本的な根拠は明らかにならない。そら、こんなルーティンに根拠って言われてもって思いますけどね。いや、幸せだからだよ、はい、その幸せだからみたいなことを言われてもって話じゃないですか。なんでしょうね、はいはい、で、家族のルーティンは恣意的なものであり、そのため理性の芽生えには疑問がつきまとう。特に子供の頃、NT は何かをする理由を知りたがる。もしその何かを得られないなら、その NT の子供はそれをするのをためらう、はい、いいからやれ、はい、なんでなんでしょうね。なんでですよ、はい、理由が欲しいんですよ。これ昭和は大変ですよね。昭和はでもある意味、はい、殴られないため。ああ、なるほどね、それがあったね、はい、確かに、はい、それがあるんで、はい、いいからやれでバーンでビンタされると、ビンタされるのに殴られないためにやるっていう目的ができるんで、ああまだ大丈夫です。ある意味楽ですよね、確かに、はい、はい、で、まあ子供はためらいますよと。というのも、そのような小さな子供が完全にルーチン化されることはないので、ないからである。というのも、そのような子供がルーチン化されることはないからであると。だからといって NT の子供が家族の日課に従うことを拒否するわけではないと。合理的な人はそのような行為に理由を見出せない。例えばテーブルマナー、はい、これらの行動儀式は全く恣意的なものであり、 NT の子供たちにとっては不可解なものであると、はい、しかしマナーが意味をなさないために、
NT の子どもたちが食事のあり方を理解するのに時間がかかる。そのため NT の子どもたちは社会的な礼儀作法を指導することで利益を得ることができると。私もマナーなんかフォークが順番に並んでて、はい、こっちから使うととかってなんか別にフォーク一本でいいじゃんみたいなのはあるんですけど、なんかあれが正しいというのがあるのであれば、はい、まあ、それでいいんじゃないっていう感覚はわかるんですよ。まあ、それでいいんじゃないとは従うとは思う、ね、ああなるほどなるほど、はい、ただ不可解には思ってるみたいなとこじゃないですか。なんでこんな風にしてんだろうな。ああなるほど、はい、でそこでなぜならっていう理由が出てくると納得したりするんですか。こうやってやるとなんか汚れずに済むとか。あだとすると、はいはい、それを説明できないマナー講師が悪いかもしれない、はい、多分そこに歴史はあるはず多分、はい、どこかで形骸化して形だけが残ってるかもしれないけど、はいしはい、なんか意味があったかもしれない、はい、本当はねないかもしれないけど、はい、ないかもしれない、はい、最近のマナー講師はよくわからない理屈やそれまで無関係なものを結びつけてるからツッコミから叩かれになってるイメージですと、はい、でこの NT の子どもたちは気象、気象というのは多分あの自衛隊のなんか階級とかをジオン軍とかが、はいはいはい、とか気象とかバッジ肩書きも NT にとってはそれは意味をなさないと。理性的な NT の子どもたちは例えばシートに書かれた金色の星が自分や他の誰かの何に関係あるのかがわからない。ところで決定力とは頑固さと混同してはならない。もちろんどのタイプも子どもの意志の強さを発達させることはできるが、だからといって全ての子どもが意志の強さを自信の基準にしているわけではない。理性的な子どもだけが何かをしようって決意したときにその決意を貫き通すことができる程度に自信がある。他の子どもたちは決断、不決断であっても気にはしないが、理性的な NT の子どもたちは違う。彼らの自信喪失は決意が弱まるにつれて直接的に自信損失が増大すると。理性的な子供だけが何かをしようと決意したときに貫き通すことに自信があると。理性的な子供たちは何よりも物事の仕組みを知りたがり、早くから論理的な調査を始め生涯これを続ける。 NT の子供たちは2歳という早い時期から興味を持ったものに機能的な定義を与える。つまりスイッチは押すもの、ボタンは押すもの、ドアは開くもの、車輪は回すものであり、手に入るものなら何でも操作してそれで何ができるかを判断する。小さな NT2 人を車の運転席に立たせてあらゆるレバー、スイッチ、ノブを何度も操作したり解除したりするのを観察できるだろうと。スイッチボタンの操作に視覚や聴覚何らかの動きが伴うと、小さなその NT の子どもたちは長い時間それを楽しむことができ、予測可能な反応を引き起こすこれらの興味をそそる原因をコントロールする方法を学んでいくと。物事がどのように機能するか、それは理性的な子どもたちが実験によって解決する問題である。それはカーシーが言うところの知識を求める性格と呼ぶものである。最初はノウハウの方がノウハウよりも重要だが、どちらも他の何よりも重要である。これはですね、ごめんなさいね、はい、ノウハウよりもノウアバウトが大事だっていう訳なんですけど、はい、ディープエルでこうやって出たんですね、はい、なんでノウハウよりも、はい、最初はノウハウの方がノウアバウトよりも重要だがなのかな、はい、どちらも他の何よりも重要である。物事を分解しまさに元に戻さなければならない子どもたちである。行動する前に考えなければならない子どもたちであり、自分が何をすべきかを熟慮する子どもたちである。見る前に飛べじゃないんですね。自分のすることが自分の知識に基づくものであることを欲求する子どもたちである。そしてなぜという終わりのない質問をする子どもたちである。どうして太陽はこっちから昇ってあっちからは昇らないの、
どうして鳥のように飛べないの？どうして両方食べたら野菜の前にデザートを食べてはいけないの？ SP 職人が刺激を追い求めるように、この NT も理性派も知識を追い求める。もしも〇〇だったらどうなるだろうと考え、親が認めようと認めまいとその答えを見つけようとする。この引き出しを全部引き出したらどうなるだろう。水差しにパンを入れたらどうなるだろう。電話の番号を全部押したらどうなるだろう。どれも親を困らせるためではなく、知りたいという欲求を満たすための探求である。実際 NT の子供たちは他人と争うことに少しも興味はない。しかし調査の結果、そうなったとしてもそれは当然の結果だと受け入れていると。俺 NT かなみたいな感じ、はい、なるほど。車とりあえず全部スイッチをしますからね。これどういう動作するのか。それは親を怒らせるとか、なんかどんな面白いことが起きるんだろうみたいな。これは何だろうですよね。何のボタンだろう、押したらどうなるんだろうみたいな。あ、これは鳴るんだですよね。ほんじゃこっちのボタンはとか、最近の車は自動運転だったりするじゃないですか。このレバーはどうなるんだろうみたいな。NT かもしれないですね。で、子供の時で言えば、はい、コンセントにハサミ刺しました。だから刺したらどうなるんだろうって、バチってなった、バチってなってヒューストンで火花バーンって、本当死ななくてよかったですよね、はい、とか、あのライター、はい、ライターこう先端取ったらピシュッとこう出てくるじゃないですか、はいはいはい、これ火つけたらどうなるんだろうって。いたずら心ではない、いたずらをしようと思ってじゃなくてどうなるかが知りたいですよね。これ SPSTP とどうなんでしょうね。はい、わかんないです。その辺が SP なのか、はい、何なのかですね。火つけたらどうなるのかとかっていうのは結構興味があって、火遊びとかよくしました。火遊びは僕もしたんですけど、はい、どういう風に燃えるのかなみたいな、そういう興味じゃなかったです。はい、はい、ENFP だがハサミとライターで同じことやりましたと。おー、そうなんや。ハサミこう刺すじゃないですか、うん、こっちとこっちに刺しても何も起こらないんですよね。はい、でこのだから電気が通ってないんだろうなと思って10円玉置いたんですよ。ほう。そしたら10円玉が溶けてバシーンってなって、あ、こうやって電気が通ってんだってショートさせたんです。これ右と左の穴にです、こうやって刺して。あ、そのそれだけだと電気は来ない。挟む、このこっちとこっちがつながってなければ片方刺しただけでは何も。あ、なるほどなるほど、はい、でこことここがくっつくと電気が流れる。あ、両方。はい。ああ、コンセントにフォーク突っ込んだことがある。じゃあ大将みたいにあとはそれをつなげたかですね。つなげたか、あ、何も起こらないみたいな。はい、でつなげてみたっていう。なるほど。コンセントにハサミは男子のロマンなのかなと。つなぐものがいるのは面白いですね。はい。